にちは、蝶野舞です。今日は実はね、美容マニア、はい、レーザーマニア、マニアです。もうとにかくね、すごい詳しい、美容に、はい、詳しい坂本まりちゃんからね、いろいろ聞き出していきたいと思うんですが、私は美容素人なんで、はい、私が美容をこうコミットした年に、うん、師匠だったわけじゃないですか。そうですね、ね、はい、いつの間にか追い越されましたけど。いやいろいろね、聞いて、はい、あれがいいよ、あれがいいよって、よくわかんないけど、じゃあやるみたいな感じでね、はい、やってきたんですけれども、うん、そのお肌にやっぱレーザーがいいんでしょ、うん、そうですね、うん、やっぱり美容クリニック、うん、私例えばエステと美容クリニックってあるじゃないですか、うんうん、でどちらも、まあ、お肌にをこう、うん、良くしていくっていう目的なんですけど、うん、私の中では、うん、そのエステっていうのはどうしてもこう改善されるスピードが遅いっていうか、うん、こう気持ちいいんですけどね、例えば、うん、こうマッサージとか。私はね、エステ派だったんですよ、今まで。そうなんだ。気持ちよさ優先、あの結果よりも、はい、だからあんまり効果はないんだけど気持ちいいからいいや、うん、ってたまだみたいな感じでエステは結構通ってて、うんうんうん、美容外科っていうのはあんまり行ったこともなくて、うん、で私驚異的にすごいと思うのは、うん、まりちゃんって切り張りしてないのにそうなんですよ。そう、なんかね、よく切り張りしてるんでしょとか言う人いるじゃん。います ね、 ね、いるけど、縫い目を探されますから、うん、私よく切り張りしてないんですよ一切。そうですね。なのにマイナス20歳とか、はい、見えるかな、もっとか、もっとだ。おおおって言っちゃった。これじゃちょっと秘密ということで、そうですね、そう、マイナス20歳以上に見える、うん、この秘密、うん、お肌の秘密っていうのは、うん、レーザーだということ で、 そうです。私も去年からちょっとね、はい、習ってレーザーを、まあそんな頻度じゃないけど、うん、やってるんですよ、はい。結局その美容系の中でも、まあ、美容外科と言われる中で、うん、その手術っていうのがね、やっぱりリフトアップのこう切開手術っていうのが、うん、まあ、最終手段みたいな感じだったんですけど、うん、今そのレーザーの開発がすごく進んでいて、うん、いろんなタイプのこう、要は皮膚から何ミリ、うん、コマ何ミリ下、さらにその下、筋肉層とかっていう、なんていうんですかね、バリエーションがすごく増えて、うん、機械も増えているので、うん、要は切って詰めるっていうのもあるんですけど、うん、結局歪みが来るというか、うん、どっかしら不自然になるわけじゃないですか。だって人間こういう感じで生まれてきて、うん、ね、つまむってことはさ、どっかがこう釣れるわけでしょ、ね、うん、だからどうしてもね、不自然になるんですよ、うん、だけどその不自然がまあちょっと嫌だなと、うん、で美容業界の方もその切るっていうのは、うん、もうお客さんのリクエストがあれば切るけど、うん、できれば切らない方向で今進んでいるのが先進の美容クリニックなんですね、うん、じゃあさ、その例えば、うん、マリちゃんとほうれい線がないじゃない？うん、ないですね、全然ないのね、はい、でやっぱり年取ってくるとほうれい線が気になるっていう人多いと思うんですよ、うん、はいはいはい、そのほうれい線は、うん、どのレーザーでなくなるんですか？ほうれい線は要はここの皮膚とか、うん、こう肉とか筋肉がむにゅってこう落ちてくるっていうので、うん、こうできるわけですよ。太ってくるってこと？太ってくるのもある、うん、肉もついてくるんで脂肪がね、うん、だからまあもちろん脂肪をこう取って、うん、それでこの表皮が要はこう弾力がなくなってくるからこう耐えられなくなって下に下がるとか前に出るとかっていうのもあるので、その表面の皮膚をまずそのレーザーで引き締める、うん、何レーザー？レーザーいっぱいあるじゃん。今はね、そういっぱいある。で今は、引き締めで一番やっぱりいいのはハイフ系ですね。HIFU、はい、HIFU だ。 HIFU 系で、 HIFU 系もメーカーによって呼び方が違うんですよ、うん、で私が今、やってるのは、うん、ウルセラ Q っていう、ウルセラ Q、 はい、ウルセラ Q っていうのが、まあ、一番そのウルセラシリーズでは新しい、うんうん、であともう一個ダブロゴールド、ダブロゴールド、はい、これもまた別に両方 HIFU なんですけど、うん、メーカーが違って呼び名が違う。エステでも HIFU ってあるじゃない？あれは違う、はい、いや同じなんですけど、うん、実はエステはやっぱり医療行為じゃないので出力が弱いんですよ。そういうこと、ね、そうだからもちろん効果がないわけじゃないんだけど、うん、例えば、機械自体ももう違うんですね、うん、扱ってる。でやっぱり病院でやってる方が出力が高い、うん、医師が責任を持ってやってるので、うん、万が一トラブった場合もこう医師の診察ができるじゃないですか、うん、でエステはあくまでも美容行為なので、うん、そこまで出力が高くないから、もちろん回数をね、うん、低い値で回数をやってもそれなりに効果は出ると思うんですけど、うん、私は割と時短でやりたいタイプなんで、いつもダウンタイムにこけてるもんね。そうこの間もここに線が出てて、ね、そうこんなみたいに。私もそのウルセラを1回とダブルを2回と計3回去年やったんですよ、うん、はい、
でもこれじゃ足りないよね。あのね、やっぱ継続的にやった方がいいですよ。シンガポールにいるからあんまりできなかったんだけど、どれぐらいの頻度でやるとマルちゃんみたいになれるんですか？ね、一応あの機械のこう、うん、てかメーカーの推奨とか、うん、病院の推奨なんですけど、うん、2ヶ月に1回、うん、2回、6回、年6回、そうですね、はやらないと、うん、やった方がいい。だから私なんかはもうやった日にちをメモってて、うん、2ヶ月後のその日っていう近いところでもうすぐ予約入れてっていう風にやってます。じゃあその引き締めのやつをやってるんで、あと別にもやってるでしょ、うん、あとね、ほうれい線だけで言うと、うん、やっぱりその皮膚のシワって一度畳まれたらなかなか戻らないんですよ、うん、だからもうほうれい線ができる前から予防しなきゃいけない、うん、あ、じゃあもう、うん、遅い人は遅でも遅い人でもまだ間に合う、うん、間に合う、うん、あの要はこうへこみだから、うん、まあ、そこを膨らませばいいということで、うん、ヒアルロン酸ですね。ヒアルロン酸、はい、ヒアルロン酸をこうスポット的に入れていく。ここに入れる。そう。で、あとあの年齢が来るとこの目の下とかも結構ね、うん、あのたるんできたり、うん、でぼこぼこしてきたりするので、うん、まあ、そこにもちょっとこう入れていったりとか、うん、ヒアルロン酸を、そうです、目の下、そう。ただでもヒアルロン酸を入れただけでは、うん、要はその皮膚がもう伸びちゃってるので、うん、あの余計でこぼこになったりするんですよ、うんうんうん、だからやっぱりそのヒアルロン酸とあとは脂肪油溶解注射ですね。脂肪溶解注射、そう、脂肪を溶かす、うん、だから長い年月でちょっとずつついてしまった脂肪を、うん、やっぱり、風船でも何でも中に水風船ですよね、うん、容量が少ない方がこう何て言うんですか、やっぱりこうピシッとなるじゃないですか、うん、昔の肌みたいに、うん、だからそこの、表の皮膚がどれだけでも伸びちゃうんだったら容量を減らさないとやっぱりこう垂れてきちゃうんですよ。じゃあヒアルロン酸で出っ張らし、うん、へこんだところ、脂肪溶解注射で出っ張ったところをへこまし、皮膚を弾力。それってほらマリちゃんがやってた粘土細工じゃないですか。そう、それと一緒。いやだから本当足すとこ足して引くとこ引いて、うん、表面を整える、うん、この3つです。それはどれぐらいの頻度で美容外科通うの？まあ、私は月1で行ってます。月 1、はい、月1にじゃあヒアルロン酸と脂肪溶解注射と、うん、ウルセラ的なレーザーと、うん、はい、うん、そう、レーザーは2ヶ月に1回、うん、だけどその配布以外で表面をこうきれいにする、うん、例えば細かいシミとか、うん、なんていうレーザーですか？なんだっけ、 あそこで何を言うんだ、E ライト、E ライトもいいですよ、E、ライトメドライト、メドライト、メドライト、メドライトはすごいですよね、メドライトはね、ちょっとダウンタウン、うん、ダウンタイムがあるんだけど、焦げちゃうけどね、そう、でも表面の毛穴とかが、うん、あの細かくなるし、うん、キメが整うし、あの色も白くなります、うん、私もずっとあのヨットとかやって、うん、すごく焼けて、もう手とかもすごく焼けてたんですけど、うん、もうそのメドライトを手までに打って今かなり改善してきました。ね、だって海の女だったもんね。そうです、もう漁師って言われました真っ黒系だね。そうそうそう、結構白くなったよね、うん、本当にあれは聞きますね。私もちょっとシンガポールで真っ黒系になっちゃったんで、はい、白くしたいんで。もう全身打った方がいいです、メドライト痛そうねえ、もう何だったら、ね、あのやっぱり表面、それは表面麻酔って、うん、あのクリーム塗って、うん、あのやるんですけど、うん、あれも要はあの軽いやけどみたいな感じ。月1ぐらい行けばいいですか？月1行ったら綺麗になりますね、うん、でも予算的にはあの、ね、まあ、皆さん多分行きたいと思ってると思うんだけど、うん、月1それを やると月にいくらぐらいかかるものなんですか？ね、まあ、概算で、概算、そうですね、やっぱり、まあ、20万ぐらいあると本当はいいかなあ。そんなんでできるんだ、うん、あの選べばね、うん、あのまあ、私はもっとかかってますけど、うん、もっとかかってます。どれぐらいかけると坂本まりになるんですか？やっぱり100ぐらいはかけ、月100稼がなきゃそうなんですよ、もうそのためにもね、うん、みんなね仕事頑張って不労所得を、はい、不労所得でお金を増やしていきましょう、はい、ね、はい、私の他のチャンネルの動画を見て、うん、お金を増やす方もね、はい、ぜひ頑張ってください、はい、ということで今日はね美容の話をいろいろお聞きしました、はい、また続きはこの次にお聞きしたいと思います、はい、チャンネル登録はこちら。他にもインスタやツイッターやってますので、ぜひ登録してください。ご視聴ありがとうございました。